皆さん、こんにちは。ゴールド TV です。第2話、プラチナについてコモディティインテリジェンスの近藤正代さんに解説していただきます。よろはしい、くおよろ願いししくお願いましす。ます。プラチナでございます。科学からいきましょう。日本のプラチナ科学は、1482年に5月の20日になりまして、それからまた下がって8月6日に4129円、そしてまたちょっと上がってきてると。MACD は7月11日の5190円から売りのサインのままで続いてますと。まだ売りが続いてますということですね。はい。ということで、ニューヨークプラチナは、8月5日に918ドルになりました。まあ、だいたい1100ドルと900ドルの間で動いているということで、900ドル近くになったら、まあ、ドルベースでしたら買い、円ベースでしたらちょっと前戻りますけれども、4200円、4100円、4200円になったら買い、5000円を超えてきたら売りと。これだけのことで、だいたい取引ができると思います。一方的に右肩上がりになるとは、夢にも思っちゃいけませんってことですね。ということで、一旦バッコンを繰り返しておりまして、MACD は、ニューヨークのプラチナの場合も、売りシグナルが出てますと、現在。まあ、このところで売りですから、900ドルを下げてくるんですかね。続きまして、中国の自動車市場について申し上げます。まあ、何が言いたいかというと、ハイブリッド車半分になったと。EV ですね。EV、電気自動車とハイブリッド車、両方合わせて半分になったというのが7月の売り上げでございます。電気自動車かプラグインハイブリッド車が半分になりましたということが、ロイターで、報じられております。まあ、中国、習近平はですね、次のね、石油のところでも述べますけれども、いわゆる新エネルギー対策ということに対して非常にキーなんですよね。先取りしているわけでございます。世界最先端を言っておりまして、自動車につきましてはもうハイブリッドではなくて、ハイブリッドだと日本がやっちゃいますから、もう自動車、電気自動車ですね。電気自動車に変えちゃおうということで、テスラに対抗して、BVE、なんだっけ、中国の自動車メーカーが作っておりまして、要するに、補助金を大量に上げてるわけ。まあ、100万円近く、100万円とか、多いやつは300万円も出しますから、ほとんどタダになっちゃいますね。そういった形で補助金を出して、とにかく電気自動車化しようと。まあ、そういったことが欧州の EU は、中国はインチキだと。中国政府が補助金でハイブリッド車を作っていると。まさにその通りでございます。アメリカにおきましても、ハイブリッド車の、電気自動車とハイブリッド車が18%です。まだ半分に。とても至ってませんが、18%になってます。ということで、ございます。これが新エネルギー車が半分になってきましたよと。まあ、2024年の半ばに50%になりますと。その他の普通の自動車が、上からグレーのラインで来てまして、だいたい半分ずつになってますと、現在でございます。BYD ですね。利益者ってのもあるんですかね。まあ、こういった会社が、過去に、自動車メーカーとしてはマイノリティだった会社が、電気自動車になって、非常に今、テスラみたいなもんですね。非常に乗せてきましたと。日本もトヨタと日産とか、うかって言ってる、まあ、ホンダなんかは中国から撤退しちゃいましたね。ということでございます。まあ、ただし、不動産不況は長引いてますので、少し車の売れ行きはあまりよろしくないんじゃないかと思われますが、これは新エネルギー車の伸びでございまして、まあまあ、先月よりは伸びてますが、過去最高だった去年の12月ぐらいですかね、ほどではないと。ここがピークだったんですけど、今こんなに下がって、こんなに下がって、こんなところにいますから、
あまり芳しくはないってことでございますが、いずれにしても緑色の部分が増えてきてますよということでございます。ここでは2万元、30万円ぐらいですかね。やってますね。いろんな補助金があると思います。さて、世界的な車の販売はどうなってるかっていうと、日本は、まあまあ、この青い、紺色の、色が濃いところがに、日本の今年でございます。ここからトントントンと上がってきてますね。31、37、40万台と。量は小さいですが、右肩上がりに上がってきてますと。去年よりも良いですという売り上げになってますね、4月。中国は220万台ですが、6月よりは悪いですね。5月から6月に上昇して、7月は2ヶ月分引っ込んでいますということでございます。アメリカも3ヶ月連続でトントントンと下がっておりますと。127万台になってますと。ドイツは6月は良くて、7月は悪くなってますということが言えてますと。プラチナの話は、あまり、話題が、南アの鉱山会社があまり黒字、利益が出ていないというニュースはありますが、それ以外にあまり目新しいものはいろいろ読んだんですけれども、特になかったんで、今回は自動車の話でおしまいでございます。まあ、来年期間から電気自動車に変わっていくという情勢でありますと、おのずと、まあ、触媒は、バッテリーの車であると触媒はいりませんから、これはリチウムとかニッケルなんかが原料となりますが、前も言いましたけれども、中国がリチウムとニッケルの市場を席巻してますね。世界的にニッケル鉱山とリチウム鉱山を買い占めちゃってますから、いわゆる、なんていうか、非常に安い価格でニッケルとリチウムを今販売してまして、それにその西洋の投資、つまり鉱山会社ですね。ニッケル鉱山にしましても、もうやっていけないわけですね。したがって、一般的な資本主義の考え方からいきますと、とてもやっていけないんで、ついていけなくなって、中国の国営企業がニッケル鉱山やリチウム鉱山を牛耳り始めていると。こういったところまで含めた中国は電池、次世代の電池産業というものを開発しております。まあ、それに対抗するには水素、つまり燃料電池で対抗するしかないんですが、まあ、中国も燃料電池は水素ステーションを一般的に街中に作ってますから、日本よりもはるかに早いと思いますが、まあ、前も言ってますけども、水素電池は、なんていうか、燃料電池ですね。燃料電池は、もっぱら大型車にいう、最初から、大型車から始まっていると。まあ、皆さんももうすでに、渋谷とか東京駅で、FCV したかね、横っ腹に書いてある燃料電池車っていうバスが走ってますね。まあ、バス会社だったら水素ステーションを作るのが1個で済みますから、水素充填をタンクローリーで持ってきて、水素充填をすればいいと。ちょっと岩崎産業の株価がどうなってるか私は見てないんですけれども、まあ、どこがこれから水素産業になりますと、株価は、どこの株が一番いいのか、ということが、まあ、突然出て、他の会社が多分出てくると思いますが、まだなんとも言えないと思いますけれどもね。まあ、ということで、プラチナの話はおしまいでございます。ご清聴ありがとうございました。